照れると高音いくけど、基本のベースはあのしっかりとあの地に足ついてるみたいな、内側はあのともちゃんの女の子らしさ、まっすぐにぶつけるけども悩んではいるみたいな、そういった複雑な気持ちみたいなものは内包しつつ演じていった感じです。今さら何言ってんだよ。演じる時に自分の声の低い位置をすごいオーディションで使ってたんですけど、友と話す時はすごい声高くなっちゃうし、あ、そうなっていったなっていうイメージはありますね。田辺くん、ちょっといいかしら。ちょっと複雑というか、友達思いがゆえにちょっときついことを言ってしまったりする子なので、みすゞのアシストによって恋愛的にも、まあ、友情関係的にもお話が進んでいくっていうのはあるので、なんか可愛いなって思ってもらえると思います。女の子セリフ言ってる時に極力瞬きをしないっていっぱい感情乗せるとほんわかした感じが少なくなってしまうかなって、常にお花畑みたいな、お花がいっぱい飛んでるみたいな。この子は僕の遠い親戚の子で、一見なよっとして見えるようなキャラクターで、こう負けてるような印象がある子なんですけども、誰かを守りたいっていう気持ちも、しっかり持っている子で、そこの芯の強さっていうのはしっかり出せるように。あーごめん、友達の恋しに松岡、もう下心全開で行こうかなって言われて、多分ダメだろうなって思ってガーンってやってみたら、はい OK です、これで OK なのみたいな感じになっちゃったんで、田辺ってこんなやつだったのって。私自身原作が好きだったっていうこともあって、原作をずっと応援してきてくださった方にも、あ、声合ってるなとか、あ、ともちゃんだこれはっていう風に思ってもらえたらすごく嬉しいなって。ともちゃんは女の子だっていうタイトルね、あのついてるじゃないですか。そのタイトルにやっぱぴったりなくらいに可愛くて、少年チックな女の子がどん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 こう時間が経っていくごとに恋する乙女になっていくっていうのがすごい可愛くて、甘酸っぱいんだけど、なんかこうそういった甘酸っぱさによるシリアスとかなく、こういう青春を送りたかったなって思わずにはいられなくなるぐらい、なんか尊い二人というか、4コマ漫画のあのテンポ感とかその面白さっていうのが、アニメになるともう5秒に1回ぐらい笑えるポイントがあるので、楽しい感じなのがすごい魅力的だなと思います。本当に原作大事に作っていると思うので、これからともちゃんは女の子を知る方にとっても、あの30分アニメのシリーズものとしてもすごく面白い仕上がりになってると思うので、ぜひあの気軽に楽しみに待っていていただけたら嬉しいなと思います。私は相沢友は女の子だー。